ルカによる福音書、十章。七十二人を派遣する。その後、主は他に七十二人を任命し、ご自分が行こうとするすべての町や村に、二人ずつ先にお使わしになった。そして彼らに言われた。収穫は多いが、働き手が少ない。だから、 収穫のために働き手を送ってくださるように、収穫の主に願いなさい。行きなさい。私があなた方を使わすのは、狼の中に小羊を送り込むようなものである。財布も、袋も、履物も持って行くな。誰にも道で挨拶をするな。どんな家に入っても、まず、この家に平和があるように、と言いなさい。 平和の子がそこにいるなら、あなた方の願う平和はその人にとどまる。もしいなければ、その平和はあなた方に戻ってくる。その家に泊まって、そこで出されるものを食べ、また飲みなさい。働く者が報酬を受けるのは当然である。家から家へと渡り歩くな。どの町に入っても迎え入れられたら、 差し出されるものを食べなさい。そして、その町の病人を癒し、神の国はあなた方に近づいた、と言いなさい。しかし、町に入っても迎え入れられなければ、大通りに出てこう言いなさい。足についたこの町の誇りさえも、払いを落として、あなた方に返す。しかし、神の国が近づいたことは知っておけ。 言っておくが、かの日には、その町より、ソドムの方がまだ軽い罰で済む。悔い改めない町を叱る。災いあれ、コラジンよ。災いあれ、ベトサイダよ。お前たちのところでなされた奇跡が、ティルスやシドンで行われていれば、これらの町は遠の昔に、 荒布をまとい、灰の中に座って食い改めたことだろう。しかし、裁きの時には、お前たちよりも、まだ、ティルスやシドンの方が軽い罰で済む。カファルナウムよ、お前は天にまで上げられるとでも思っているのか、黄泉にまで落とされるのだ。あなた方に耳を傾ける者は、私に耳を傾け、あなた方を拒む者は、 私を拒むのである。私を拒む者は、私をお使わしになった方を拒むのである。七十二人帰ってくる。七十二人は喜んで帰ってきて言った。主よ、お名前を使うと、悪霊どもでさえ、私たちに服従します。 イエスは言われた。私はサタンが稲妻のように天から落ちるのを見ていた。蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を私はあなた方に授けた。だからあなた方に害を加えるものは何一つない。しかし悪霊どもがあなた方に服従するからと言って喜んではならない。むしろ、 あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。喜びにあふれる。その時、イエスは精霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを 知恵ある者や賢い者に隠して、幼子たちにお示しになりました。そうです。父よ、これは見心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父の他に子が誰であるかを知る者はなく、子と子が示そうと思う者の他に父が誰であるかを知る者はいません。それから、 イエスは弟子たちの方を振り向いて、彼らだけに言われた。あなた方の見ているものを見る目は幸いだ。言っておくが、多くの預言者や王たちは、あなたが見ているものを見たかったが、見ることができず、あなた方が聞いているものを聞きたかったが、聞けなかったのである。良いサマリア人。 すると、ある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかイエスは言われた。立法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるか。彼は答えた。心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くし、 思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。また、隣人を自分のように愛しなさいとあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。しかし、彼は自分を正当化しようとして。では、私の隣人とは誰ですかと言った。 イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追いはぎに襲われた。追いはぎたちはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、貧死の状態にして逃げ去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると反対側を通っていった。同じように、 レビビトもその場所にやってきたが、その人を見ると、反対側を通って行った。ところが、旅をしていたあるサマリア人は、その場所に来ると、その人を見て気の毒に思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注ぎ、包帯をして、自分の家畜に乗せ、宿屋に連れて行って介抱した。そして、翌日になると、 デナリオン銀貨二枚を取り出し、宿屋の主人に渡して行った。この人を解放してください。費用がもっとかかったら、帰りがけに払います。この三人の中で、誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。立法の専門家は言った。その人に憐れみをかけた人です。 イエスは言われた。言って、あなたも同じようにしなさい。マルタとマリア。さて、一行が旅を続けているうちに、イエスはある村に入られた。すると、マルタという女が、イエスを家に迎え入れた。彼女には、 マリアという妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話を聞いていた。マルタはいろいろともてなしのために忙しくしていたが、そばに立って行った。主よ、妹は私だけにおもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。 マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことに気を使い思いわずらっている。しかし必要なことは一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。